やってきたこととそれの解釈っていうんですかね、そこからどういう力があるかっていうのがちょっとずれてる感じはしたというか。リベンジで頑張っていきます。私の強みは妥協なく仮説検証をやりきることができることです。すごい改善されてるところですね。どうもこんにちは、春大槍メンバーのバラマツです。以前明治大学の田中くんが諏訪さんに自己 PR を披露して添削していただいたこちらの企画があるんですけど、そこから田中くんが自己 PR を改善して今回リベンジに来てくださいました。田中くんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。リベンジで頑張っていきますということで諏訪さん、今回も添削よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんかわざわざすいません、なんか僕のアドバイスを元にってことですよね。そうですね、はい、ちなみに前回の動画での改善点っていうのが、田中くんが相手のことを思いやる想像力を自己 PR としてお話しされてたんですけど、自分が、強みであると思っているのは相手の立場に立って考えられる想像力だと思っています。そもそも田中くんのいいところって他にあるんじゃないのとか、その強みをもし主張するとしてもエピソード選定が違うんじゃないのっていうところでご指摘をいただいたので、やってきたこととそれの解釈っていうんですかね、そこからどういう力があるかっていうのがちょっとずれてる感じはしたというか。それに関して直してきてくださったんですよね。そうですね、主にそこを直してきました。具体的にどうやって改善し直しましたか、プロセスとしては。まず OB 訪問をして 2,3 人に自分の学生時代にやってきたこととか話して、そしたら君こうやだよねっていうのとか、こういう風に言ったら多分伝わりやすいよねと言われたのと、あと友達に話して別にお前そんなコミュニケーションとかじゃないよみたいな言われたんで、でそこをやっぱ違うなって思ったんで直してっていう感じでやってました。客観的な意見を聞いて自分の強みってなんだろうっていうのを見つけていったってことですか。はい、その流れはすごいいいですよね。いいですか。はい、自分のセルフイメージと人から言われるのやっぱ結構ありましたよね。そうですね、自分で思ってるのよりもやっぱ周りの人から見るのって結構違ったので、へ、はい、自分で思う田中くんって強みで言うとどういうところだって認識されてますか。僕としては自分で考えて努力し続けるとか継続し続けるみたいなのって結構普通だと思ってたんですけど、うん、それがそもそも強みだよっていうふうに言われて、でそこがやっぱ認識が違いました。それは当たり前じゃなくてちゃんと胸張って言えることだっていうことを言われました。これは絶対誰かに聞かないと気づかないところですよね。うん、強みって結構そういうもので、うん、自分の中では当たり前になって空気みたいなものになってるものこそが強みじゃないですか。うん、なんか逆に、大したことなかったものを頑張って努力したっていうのはなんかこれ強みとして言いたくなるんですけど、うん、まだ大したことないっていう場合ありますよね。だって弱みだったわけですから元々ね、うん、弱みだったものが自分比較では上がっても人から見たら普通になったぐらいっていうのってよくあることなので、うん、だから田中さんがそういう経験されたっていうのはあるあるじゃないかと思うんですよね。そうですね、はい、はい、それを本選考の前に気づけたっていうのはすごいいいですね。あ、はい、ということで田中くんに1分間の自己 PR をしていただこうと思います。はい、私の強みは妥協なく仮説検証をやりきることができることです。この強みは自分が小学校時代に体操クラブに入っていたんですけど、そこで難しい技を決めるためには自分の体のスピードだったりとかバランスだったりっていうことを自分の体格に合ったものを調整して常にこうやったらうまくいくんじゃないかって調整をし続けるっていう原体験があって、そこから形成されたと思ってます。その後の学生生活においても中学高校のラグビーで大学でのウェブメディアの運営において生かされています。で高校時代のラグビー部では自分のポジションにはどういうフィジカル面スキル面の強みが必要なのか、どういうシーンで自分が活躍できるのかっていうところについて仮説を立てて、そのためには僕はこういうことをした方がいいんじゃないかっていうことを常に改善をし続けるっていうことを行ってました。でその結果1年生から先発メンバーに同期で唯一選ばれました。で2つ目は明治大学の学生向けウェブメディア、これはちょっとそのガクチカを話した後に自己 PR を言うっていう流れを想定しているので あまり説明は少ないんですけど、認知を集める、フォロワー数を集めるっていうことと収益を上げるっていうことの2点でどうやったらうまくいくかっていうことについて常に仮説を立てて、で実行していくっていうことを行ってました。この2つの経験から、まあ、自分は妥協なき仮説検証の姿勢でもって会社に貢献できるというふうに考えています。以上です。曽和さん、このガクチカまだ改善できるよなのか素晴らしいなのか札をお願いいたします。まだ改善できるっていうのはあると思うんですけど、でも基本的にはすごい改善されてると思うんですよね。何よりもまずエピソードとラベルが合ってると思うんですよね。はい、まだ違ってたじゃないですか。そうですね、そのラベルっていうのはこう私はこんな人ですっていうのがあって、はい、そうなのかって聞いてても全然そういう人らしさが出てこないみたいな、違うことを言ってるみたいな、はい、そこがまず一番大きいところ
だと思います、はい、本当にラベル間違っちゃうと何やっててもなんかこう要は自己認知がブレてるみたいな印象になるんですけど、自己認知がブレてる人ってあまり評価高くないんですよね。自分のこと分かってないといろんなことに問題が起こって、それは例えば自分の強み弱みとか分かってなかったら、できてないところもできてるって思ってたら改善もしないし勉強もしないしね、成長も学習もないわけですね。あんま伸びないんじゃないかって印象につながったりとか、自分のこと分かってないとチームプレーする時もポジショニング間違っちゃうんじゃないかとか、いろんなこうイメージが湧くんで、ラベルとやってきたことが間違ってないってだけでまずいいんじゃないかなと、あの引っかかりがなかったって感じです、はい、しかもそれがきちんと発揮できてるっていうのを2つ例挙げてやってますよね、はい、これあの何々で培われたで終わってる人結構いるんですけど、はい、培われたかどうかは他に展開できてでしょっていうイメージが、面接官って仕事上ね、はい、嫌な人たちにならなきゃいけないので、はい、そう考えるわけですよ、うん、だから何から培われてそれがどういうふうに展開できたか、しかも2つあります、うん、でしかもなんか唯一1年から選抜メンバーを選ばれたとか、ウェブメディアを1年半運営してすごいねフォロワー数確保したで、前回でもね言ってたと思うんですけども、そういったようなことがまああったっていうようなことなので、他にも再現性があるというふうに構成としては完璧かなと思います。多少あるとすると、なんていうんですかね、同じ情報量なんだけれども、文章を縮めることってできるじゃないですか。例えば私の強みは妥協なく仮説検証をやりきることって書いてますけど、妥協なくとやりきるって意味ダブってるんで、妥協なく仮説検証ができることですとかにすれば短くなるでしょっていうことでいくと、もうちょっとこう具体的事実を入れるスペースが空きますよねとか、どんどん切ってくるんですよね。例えばそしてその後の学生生活においても、主にラグビー部とウェブメディアの経験に生かされてますっていうのは、その経験が生かされてることはって言って、もうこれでいいじゃないですか。で一つ目までこの1行いらないとかっていうふうに、もうここの問題でボンボンまず削っていって、で今ちょっと この文章だと若干薄いって言ったものを、まあ、前回並みにとは言わないんですけど、一つ一つの、まあ、だから3つの話ですよね。体操とラグビーとウェブメディアについてもうちょっとイメージができるように具体的事実を入れていけば完璧じゃないですか、おそらく。終わり方みたいなのがちょっと僕は悩んでるんですけど、会社にこう生かしていきたいですみたいなことを入れた方がいいのか。それで言うと優先順位なんですけど、はい、これから私は妥協なき仮説検証の姿勢を持って会社に貢献したいと考えてますっていう一行全部いらないですね。あ、はい、なくして、むしろ自分がやってきたことをイメージしてもらって、すごいことやってんじゃんで、はい、終わって全然構わなくて、これ最後って気合いじゃないですか。そうですね、まあ、これって別に書かなくてもみんな思ってることだろうなと思うし、書いたからってなんか新しい情報が加わることではないので、はい、これは削れると思う。だからそうするともうすでに1行2行でいろいろ切ってたら、多分3行ぐらいは削れると思うんですよ。そしたらもっと情報入れると思いません。ということで、田中くんがかなりパワーアップして結果的に丸をいただけたということで、はい、かなり自信になったと思うんですけど、いかがですか？そうですね、改善がしてる方向も間違ってなかった、ラベリングがまず間違ってなかったってところも確認できましたし、うん、またさらに潰していって穴をもっと良くしていきたいなと思います。ということで、実際にこの、ね、ES を本選考で出してみて通って初めてこうよかったって思えると思うので、はい、ぜひこの ES を武器に、はい、これからの本選考も頑張っていただけたらと思います。はい、ありがとうございます、はい、ということで、諏訪さん、はい、田中くん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。せーの、じゃあな。就活会議との自己分析ツール第2弾をリリースしました。約3分間で自分の性格、向いている職種、選考対策が分かります。下の概要欄からぜひチェックしてみてください。旬ダイアリーではキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するようなコンテンツを出していきます。よかったらチャンネル登録をお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。